こんにちは、ドクター熱血です。今日は旋回門クエストいきましょう。早くもですね、通常も高難度も終えました。スペシャルいきましょう。36階層、体長2倍、キラー5倍、即の体長エスパーダキラー、即エスパーダキラー体長少な、要はこのソイフォン使いましょうっていうことなんでしょうか。いいでしょ。テンパチの力こそパワーです。楽しくやろうぜ。グーニャー、すぐ終わった。あの瞬歩が1回ですね。時代を感じる。どうしてつまんねえ幕引きだぜ。はい、とても良いですね。37階層、力でクインシーキラー、もうやまじいですね。潜伏あったのか、今何とかつけとくか。間違いない。強すぎでしょ。強人の話なんだ。甘いわ。肩はついた。封印されちゃうんか。死神限定、死神所属限定で死神所属の2倍ってもう意味あるかな。別にもうダメージ半分に最初から設定、じゃあ2倍に設定してくればいいだけじゃないの。地の死神アランカルキラ、地のアランカルキラ死神1号ですかね。潜伏向こうあるんだっけ。潜伏向こう確か法律はないよね。潜伏向こう 150% だよ。潜伏もともと潜伏向こうですね。すいません、この位置を全然使ってない。
も強に打っとけって。勝負しようぜ。逃がせ。吹っ飛べ。吹っ飛べ。こんなもんだろ。結局これ何回さまであるんだろうね。やるつもりなんだろうね。39アランカル限アランカル所属限定心アランカルアランカルキラ心アランカルキラ。なるほどね。どれも接待っつだけか。あんまり面白みはないですね。恨まないでくれよ。楽しいな。最高だよ。楽しいな。素晴らしい。楽しいな。そりゃ最高だよ。素晴らしい。楽しいな。そりゃそりゃ楽しい。バカな。僕は今完全に僕になれた。40階層技フォローキラロカ。てか毎月のその接待だけになっちゃうかな。あんま面白くないんですよ、それは。止めてみせます。させません。行きます。やだよ。お前だ、ロッカー避けやすいんだ。終わりです。てか一撃だし。諦めねえ。あなたと共に。はい、今月はここまでで、来月45回まで来るとチャドがゲットできますと。これは不具合ではなく2ヶ月に1回というクソ仕様なだけで、いや絶対最初間違っただけだと思うんだけどね。まあ2ヶ月に1回しかチャドはゲットできませんという変な仕様になってるんで、これが普通です。普通じゃないけどこれがこういう仕様になっておりますというところです。はい、今回はここまでです。以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。